ヌートバーの母久美子さんが引退宣言、普通のお母さんに戻ります。羽鳥アナの今後の取材依頼に。侍ジャパンのラーズ・ヌートバー選手、25の母久美子さん、57が29日、テレビ朝日、羽鳥り新一モーニング正月金曜前8.00にリモート出演。これまでヌートバーのプレーに一気一憂する姿が報じられ、テレビ出演などをしてきたが、引退することを宣言した。 クミコさんはこの日、ヌートバーが所属するカージナルスの本拠地セントルイスからリモート出演。メジャーリーグの開幕を控え、もうシーズンが始まるので、しっかりやってもらいたい気持ちと愛測の活躍を期待しつつ、でも私の中ではワールドシリーズを戦って、チャンピオンシップ勝っちゃったっていう感じなんですよ。まだシーズンが始まってないのにと率直な気持ちを話した。そして、日本のファンに応援していただいて、 本当にありがたいと思いますと感謝した。司会の羽鳥慎一アナウンサーが、また、もしかしたらお母様にお話し、お願いしちゃうということも、この番組を含めてと今後の取材依頼すると、もういいですよ。出過ぎだからもういいですと言い、私、引退しますって、山口百恵ちゃんのさよならの向こう側、みたいに。デビューもしてないのにマイクを置いて引退しました。 もう普通のお母さんに戻りますと笑顔で話していた。